ますけど、開始早々お腹鳴ってますけど、で洗濯機も終わりましたけど、どうなってるんですか？この配信は、この配信はどうなってるんですか？この配信はどうなっているんだ？あれ、どん、お、あった、あ、ヒロ、初見ですわよ、しいたけお嬢様。おはよう、ヒロペン、おっす、おっす、おっす、ケンジ、おっす、おっす、どうも、お元気か、みんな。私は風邪をひいてました。本当にすごい頻度で風邪を、あー、うるさいうるさいうるさい、風邪を、通知来たから、やだー、めちゃ嬉しいんだけど。忘れられてない、私配信頻度気まぐれすぎて忘れられてない。みんな忘れないでね。ということで、忘れられないために、え、なんか全画面なんだけど、ジャンプキングが。なんで？アタクシヒロ、大丈夫？大丈夫です。ありがとう。忘れないでね。まあ、ヒロペンはな、言うて、もう2年とかになりますので、3年目か。よろしく。なぜ画面が映ってないんだ？なんで全画面なんだ？え、あれ？ん？おかしいな。忘れてないよ。しめじさんでしたっけ？あれ、なんで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ジャンプキングおかしいんだけど。なんで？なんで？なんで日本語訳なの？なにこれ？え？なに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 ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんでジャンプキング日本語訳なの？なにこれ？え？決定押せないんだけど。これはピンチだ。なんだなんだ。ちょっと待った。緊急事態発生。で、かつ私あのズボンのボタンを閉めてなかった。ケンジ、もしかして英語がネイティブで読めるスキルを見つけた？あ、私側の問題？え、ちょっと待って、なんだなんだなんだ、どうしたの？おいおい、これはジャンプキングやってる人にしか伝わらない緊急事態なんだけど、私だけ？私だけ？そんなアップデートとかしてないんだけどな。私だけこんな日本語版ジャンプキングみたいな。で、パッドがね。パッドがね。え、なんでな、なんでなんでなんで。え、なんでな、なんでな。ちょっと待ってね。いろいろと待ってね。オプション。なにこれ。逆に読めないわ。逆に読めない。ボーダーレスしかない。え、これ、私のし、あ、いけたいけた。ウィンドウを。謎の羊ひらいら。あ、やっほー。してません。すいません。なんかもう本当にすいませんね。皆さんにお見せしたいのはこちら。おかしい、おかしい、おかしい。ちょっと待ってね。謎の羊シライラ、共通のネギマ以外にもいいのありましたぜ。あ、マジ？え、ネギ以外何？ネギじゃない、ネギじゃない、ごめん。餃子ね。餃子。餃子はでもあれだよね、食べる日選ぶからな。まあ、ニンニク入ってなかったとしても。
休みの前の日とかがいい。なんか待って JK こんなんだったっけ。絶対こんなんじゃなかったんだけど。ねえちょっとちょっとどういうことなの。ちょっと教えて。え、ジャンプキングってこんなんじゃなかったですよね。うわうまそう。クリームコロッケいいな。絶対自分じゃ作れないから。ラブリバ、はい。ちょっと前にアップデートが来ました。はいはいはい。来たんですね。私のジャンプキングがおかしいわけではなく、アップデートが来たんですね。これおかしくないんですね、じゃあ。逆に違和感。公式っつーかステアム版ワークショップが実装されまして。あ、マジで？あ、そうなんだ。なんかディスコード通知来てたな。ジャンプキングから。何何？え、今日じゃない？しかもアップデートされたの。昨日かな？今日かな？大型アップデート。ほんとだー。え、なになに？何にも読めえせんけど。ゲ、マジ？じゃあわざわざモッドの入れ替えとかしなくて良くなったってことですか？結論は。ちょっと皆さん見てちょうだいよ。あ、これちょっと、見ちゃいけないやつも入ってるか。これ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 。これです。やった、飛ばんでいい。あ、うまり、うーん、ちゅう、おー、ありがとう。そうなんだ、初めて知った、ありがとう。うまり、ありがとう、10ヶ月。サブスクライブ。10 months。Thank you. シェシェ。いや、嬉しいなぁ。うわぁ。お願いします。うん。ちょっと見よう。うもり、10ヶ月。うもり、よろしくね、これからも。他にもスキンの切り替えもドルしてタイトル画面からオノックできたりとか。ブルチブル、そんな便利なことになっちゃった？何も読めない。あちゃー、何にも読めないけど。何も、あ、これか。ただあくまで搭載された範囲内で。うわ、ほんとだー、すげー。あらあら。え、好きなやつに、あ、ないんだ、CGM さんのマップとか。はいはい。1.01 って。何？お引っ越しが済んでないやつは使えないし、はいはい。今まで入れてたジャンプキングもバージョン変更により強制解除されちゃってますね。え、もうジャンプキングプラス自体はいらなくなったってことですか？ここでなんとかでき、あ、でもそんなことないか。ここに載ってないやつは自分でやらないといけないもんな。ちょっと、わけわかんないことしないでよ。逆に。困るわ。ここで容易にマスキンとかも変えれるってことね。実はこのゲーム、オンラインあります。あります。え？遊べなくなったのとかあるの？あ、メモリーズがある。ちょっと待って、うろつきいるんだけど。嘘。なんだっけ、うろつきってね、夢日記のフローだったかな、 RPG スクールのゲーム。うろつきいる、すごーい。これ窓つきとかもないかな。うんうん、あ、そういうことね。じゃあお引越しが済んだらできるようになるんだ。はいはいはい、にあるほどね。うんうん、はい。あ、そうなんだ。これどうしような。みんなどうしてるんだろう。情報が早いな、ラグリバさんは。
みんな。ラブリバ、ステアムのライブラリからジャンプキングのエロパテ開いての。はいはい。ライブラリーから。これみんな見えてなかったんだ。私ね、ずっとこれを映してるつもりでした。ラブリバ、見えてる？データって項目からバージョン選べるようになったみたい。なるほどね。ジャンプキングの。なんだ、こんなことで戸惑うなんて。えらいこっちゃな。なんだっけ。プロパティ？ジャンプキングの。あ、こっちか。はいはい。プロパティのベータ。ほんとだ。なにこれ。ジャンプキング。全然わからない。ちょっと老害だから。戻してほしい。ちょっと待って、マジか、これ。もう私普通にジャンプキングプラスでいいや。私は。ラブリバ、上のやつが旧版かな？あ、なるほどね。ルド、ジュムプキング。ありがとうございます。無理できない。あ、タートルこんばんは。センキュー、夜に。これはね、できないです。私には。もう脳が2年これでやってきてるんで。さよなら。戻そう。戻したら多分、ジャンプキングプラス自体も入るようになるよね。そうだよね。まさか、また入れ直しなんてことはないよね。そうだよね。ラブリバ、そこら辺はちょっとあれかも。怪しい。なあ。くう。んとだ。ラブリバ、ジャンプキング自体は多分入れ直し。入れ直しだ。これ何やってて。あ、これってさ、つきちゃダメなんだっけ。混ざるんだっけ。つけていいんだっけ。20時間だからこれ多分あれだよな。大神黒白、こんばんは。あ、こんばんは。どうも。あっちのデータと一緒になってるから、あ、これはもう消そう。さよなら。消して、うわー、ラグリバさんのおかげで私なんとかジャンプキングやれそうだわ。ちょっと困ったな。困るよね。こんなん突然さ、やられたら。ちょっと待ってね。ラグリバ、僕はこの辺の切り替えは自分では触っていないので。はいはいはい。私は切り替えます。誰が何と言おうとも。こんなん、ようついてけんわ。ようわからん。でもこれ、従った方がいいのかな。なんか、従った方がいい気がしてきた。これ以上は何も言えないので。そうだよね。まあ、頑張ってみてください。そうだよね。でしたら、一回やってみよう、新しい方で。みんな何、どうやってるんだろう。ラブリバ、一応旧版じゃないと遊べないマップやってるよ。うんうん。ないなら多分、あれだよね。私の、POD プラスはやれるはず。多分。おそらく。はい。なんか変な感じするよな。でも、わざわざ日本語対応までしてもらって。もうこのスペースを押しますからちょっと違和感あるもんな。はい。新しいベイビープラス。ラブリバ、新バージョンのまま続投でもいいとは思うけど。うんうんうん。続けれど、これいいのかな。英語じゃなくなったのがなんか、逆に違和感。ラブリバ、セーブオブディメンションやってたんだって、うん、公式にあったっけ。ないかな。続けるとどうなるのこれ。あ、これはないのか、データが。ないんだってことは、うわ、見づら。見づら。再スタートあるんだけど、どういうこと？
再スタートって何？あっぶな。罠じゃん。罠じゃん。ラブリバー、そのまんまリセットボタンかな？ねえ、ギブアップと再スタート一緒だよね。これ罠すぎない？てか、ほんともなんか変になってるんだ。ピッチピチのギャルをゲットせよも。なんか嫌な感じする。変なの。じゃあ無理か。入れ替えしないといけないんだね。マジか。なんかいろいろ大変やな。マジか。やるか。とりあえずでしたら、ジャンプキングを旧バージョンに戻します。旧バージョンに戻しますからの、だってじゃないと BOD プラスできないもんね。うん。そしてジャンプキングプラスを入れます。どこに行ってしまったかな。インストーラーパッケージ、これか。でチェンジリピア、リムーブ、チェンジ、すでに存在するサイフル今のジャンプキングにはジャンプキングプラスが入ってるってことは捨てないといけない。キャンセルをする。ちょっとわけわかんないことしないでよ。これ困ったね。困ったね、なんかね。フィニッシュ？いけたんかな？リペア。リムーブしてから、もう一回入れるか。まさかだけど、まさかだけど、BOD プラスできなくなりましたとかないよね。まさかだけどね。頼むよ。OK。インストールした。で、元のバージョンに戻した。インストールした。来い！じゃん。あれ？ジャンプキングが今度映ってない。はいー。ちょっと待ってねー。あれ？これじゃないねー。これか。いけたんちゃうん？いけてない。ちょっと待って。私の BOD プラスはどこに行っちゃったの？ジャンプキングプラスが入らない。ラブリバー、ジャンプキングが適用されてない。そう、適用されてないし、リムーブして、リムーブ、一回なくしてから入れても入らない。そうでしょ。私のジャンプキング、違う。前と同じミスしてるかも。インストールする先を間違えてるみたいな。これ前もあったな、教えてもらった。ひじきひ、おはよう。ひじきひ、今噛んだな。ひじきひさん、どうも。どうもちゃんです。いける、多分。いけー。どれだ？ゲーム。Steam ライブラリーか。コモン。ジャンプキング。OK かな？こうやな。で、NEXT。で、ジャンプキングプラスをぶち込む。うん。
怪しい感じするわ。生きるんかな。うん、入った。トミーポニー、こんばんは。こんばんは。やってます。ただジャンプキングの緊急アップデートみたいな、突然のアップデートが入ってジャンプキングがプレイできません。そうでしょう。そんなことがあるんやね。そんなことがあるんやね。はい、入った。よかったー。更新ありましたね。そうなんですよ。なんか勝手にアップデートされてきました。もうジャンプキングのね、こういうことは任せてください。ファストツアトル、やった、やった。よし。あ、そっか、こっからなんだ。ケンジ、プー、カー、ブーブー、ナイス、ナイス。もうやだ、これ全部最初からか。なるほどね。設定からってこと？ラグリバー、はい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 。そしてここまでやらせておいてなんなんですが、一応お知らせです。はい、お願いいたします。くっそ、これ一番下だっけ、私忘れちゃった。あ、ニョッキー、おはよう。おす、ファナ、あ、ファナさん、グッドラック、ありがとうございます。最下層です。コントロール、これ設定は、ラグリバー、ベイブオブディメンション、スキャムワークショップの結構最後の方のページに変更ありました。マジか。まあいい、ひじきひ、私は、修正されます。はいはい。正確なタイマーが間違ってミリ秒単位でフォーマットされていたバグ、オフラインでプレイしようとするとゲームがクラッシュするバグ、うん、ゲームを開くときに現在のカスタム、レベルが、以下略。へぇー、全然なんか、不便に感じたことなかったな。上下左耳 AB、スタート、バック、左右。ラグリバー、クジムシのマップは一通りお引っ越しが済んでそうですね。さすがですね、さすがですね。評価も高いし、さすがに引っ越ししないわけにはいかないか。これいいな、じゃあ一個でいい。で、インゲーム、これパーセントマックスやつ。オッケー。久しぶり、ジャンプキングくん、元気だった？久しぶりだね。元気だった？私はなんか大変だったよ最近。でも忘れてるしな。ここだね、ここ。あ、そっか、私前回、あ、かわいい、それかわいい。いいな、私もジャンプキングのスタンプ欲しい。誰かにドットを打ってもらいたい。前回のあらすじなんですけど、ラグリバー、この扉くぐって登る表現は、ね、いいよね、私も好きだ、忘れてたけど、前回のあらすじなんですけど、コントローラーが壊れまして、ちゃんと壊れて、それもで、ジャンプキングプレイできなくて、確かエリア3だったかな。そう、ちゃんと壊れた。で、エリア3ぐらいから最下層まで落ちてきたんだ。そうだ、なんか新しいやつ変な感じする。なんか綺麗、綺麗で気持ち悪い。もうちょっとなんか方向キーは押しやすくなってほしいな。ヤッホー、おはよう。おそす。URL 省略ツイッチ、900再生間近だね。そう、綺麗で気持ち悪い。いつものな。1000回再生目指すか。こんな終わってるクリップを。だし、そう、だからもうなんならぐちゃぐちゃにして出荷してほしいぐらい。ちょっとなんか
押し心地が違うもんな。うん、変な感じする。綺麗で気持ち悪い。ラブリバー、結構最悪や。カチカチした硬いボタン。そう、これ入ってるよね、音。カッチカッチ。でもね、ノイズキャンセリングくん、もっとあげる？トミーポミー、カッチカチやぞ。カッチカチだよね。抑制レベル上げるか。これぐらいとかどうですか？どう？連打してみました。ラムリファ、カチ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 。おい、ダメです。ファナ、よく聞こえます。よく聞こえます。よかった。おかしいな。ノイズ抑制とかなぁ、あんまりうちの子機能してくれないんだよな。普通にお腹の音とか入るしなぁ。あ、ラブリバー、ご利用のマイクは正常です。ノイズを下げてた、上げてた、下げてた。トミーポミー、お腹の音は消さないで。お腹の音は消させていただきますね。これぐらいですかね。どう、だいぶ減ったんじゃない？ちょっと上げた、がっつり。トミーポミー、カチカチカチ。オオガミクロシロ、全然聞こえる。終わりです。ラブリバー、カチ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 。終わりや。なるほどね。もうアスモアだと思っていただければ。ボタン音はノイズ判定されてませんね。あ、なるほどね。ノイズではないと、そうおっしゃるんですね、オーディオテクニカ君は。なるほどね。わかる。でも私もボタン音嫌いじゃないもん。ただ、ラブリバー、打鍵音が好きってそうもいますからね。あー、いますよね。わざわざカチカチ鳴らせるタイプの人とか、キーボードとか。で、キーボードのお話で私変わりました。キーボードが正しく言うと、譲り受けました。どうですかこれ。ちょっと光ってみた。ラブリバー、青軸は結構なるみたいですわね。あ、青がなるんだ。あ、そう、光ってます。しかも WASD だけちょっと、あ、全部落ちた。おい、ほら、WASD だけちょっと光らせてみました。コントローラー落ちました。新品のロジクールが落ちましたね。綺麗やの。ゲーミングキーボだと、うんうん、赤軸とか茶軸とか。やっぱ青なんだ。青のが音大きいらしいですね。光ってます、 WASD が。もうこれで落ち間違えることはないでしょう。多分ちょっと押しにくい。指が引っかかる。友達から譲り受けました。これで光る民になりました。ラブリバー、ちょ、光ってる。こんな光ってもって思うじゃん。でしょ。これは眩しそう。コントロール、左コントロールとかシフトとか APEX で使うキーを光らしてます。今オルトキーとか。こりゃうるせえぞ。ビカ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 。以上報告でした。デオキー、新しいキーボードを。そうなんです、中古です。オーガミクロシロ、ずれた時チラミでも修正。あ、そうそうそう、それがいいよね。カカ、そう、ゲーミングしーちゃんです。だから私のお金が貯まるまではちょっとこのオフルのキーボードに頑張ってもらって。もうね、欲しいやつがあるんだよね。だから仕事を頑張って、買います。だからキーボードが新しくなったら仕事頑張ったんだなって思ってください。頑張っとるからな。うわー、12ヶ月目です。ソラッチ、バババババーン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 、バババーン。え、音鳴らない。マジ
殴り場、僕が使ってるキーボードは文字のとこが光る感じになってて、文字光るんや。パパパパ N、 あれ、ラグリバ、どれがどのキーがわかりやすいですって感じだったんですが、サブスク12ヶ月ありがとうございます。ラグリバ使ってるうちに塗装が剥がれて、ふんふん、12ヶ月か。1年ありがとう。嬉しい。そうなの、剥げるんだ塗装って。いやー、1年ありがとう。1年か。ソラッチって何で来てくれたんだっけ。そもそも誰かのレイドだよね。誰かのレイドで来てくれたんだよな。誰だったかな。あのね、ソラッチ、エツコだね。エツコ、エツコって誰だっけ。ごめん、忘れてる。忘れてるのか、もう関わりがなくなっちゃってるのか。エツコって誰だっけ。あれ、いや本当に知らない。ソラッチ、エトキークスアムアーさんか。エトキさんね、エトキさんね。オッケーオッケーオッケー。ミーアオートマタのエトキさんね。どこから来たのか覚えてるのすごくない？私だいぶ覚えてるよ。だいぶ覚えてる。だってそんな新規参入型の配信じゃないからな、うちの配信は。なんて言うんだろう。なんて言うんだろうな。喫茶店みたいな。地元の喫茶店みたいな立ち位置ですから。エトキークスアーマーさんね。そうだ、エトキさんのレイドだ。すげえな、そっから来てくれてるんだ。ありがとね。だってソラッチジャンプキングなんてやってないのに。きゃー、すげえ、ありがとう、ありがとう。お、大学生、お金。そのうちやりたい？ちょっとやるときは事前通告してね。見に行くから。お金、毎月しんどいなって思ったら、プライムとかでもいいからね。プライム会員だったら、タダだから。毎月600円はな、高いよね。いつもありがとう。本当にサブスクしてくださってる方々。私は喉から。私も今回の風邪は喉からでしたね。ガチで。先週かな？一週間風邪ひいてた。で、今鼻に来てる。先週が喉で、今鼻。マジでずっと鼻。おすすめの鼻炎薬の薬等々ありましたら、教えていただけますと、非常に嬉しいです。鼻炎持ちさんへ。なんかね、後鼻漏っぽくなってるんだよな。鼻水が奥に落ちていくみたいな。困る。鼻声だしね、ずっと。んで、風がちょっとわからない。ラグリバ、おすすめの鼻炎薬。鼻炎薬。なんと。鼻炎薬。お願いします。私、どこで落ちたんだっけ、さっき。風で落ちるなんてもう、ありえないと思ってる。ここ。ケンジ、ピエン。ピエン、もう死語だよね。わかってるよ、私。ピエンが死語ってこと、わかってるよ。もうついていけないよ、時代に。TikTok も結局入れるタイミングを逃しちゃって、入れられない。インスタはね、ギリギリついていけたけど、でもそれでも新しい機能はよくわからない。インスタグラムで電話できること知ってますか皆さん。私知らなかったんですけど。僕は体が冷えると鼻出るけど、パブロンがめっちゃ。パブロンいいんだ。一回も買ったことないけど、カッコン糖とか買ってた。TikTok は中国製だからいいかな。あ、そうなんだ。わからない、そういうのも。
そうなんですよ。インスタグラムって通話機能があるんですよね。みんな使いこなしてるよ。また考え書いてください。書かせて。12ヶ月なんていうの？サブスクライブしてくれた方には。喉なら喉塗るスプレーいいよ。喉塗るスプレーもいいっていうね。絵をね、描きますっていう風に一応言ってるんですよ。でも誰から描いてないのかちょっと、すいません。みんなに描きますそのうち。お、サブスク1年なんかあれ、ディスコードにチャンネル作ろう。ほんでそこに書いてこう。1年すごいことだからね、本当に。だって、うわわわ、私下手になってるな。600円でしょ。ありがとう。大谷黒白、TikTok はユニバーサルミュージックが引き上げたって聞いた。もう全然わかんないや。UFJ、UFJ じゃない、なんだっけ、USJ。ユニバ、それは違うかな。なんかコントローラーが変すぎる。全然登れないな。手がちょっと疲れる。これ戻すの大変やの。なんかダラーンって感覚で飛ぶともう飛べなくなってるな、このコントローラー。きちんと一個一個見ていかないと。なんかダラーンって打つと絶対ずれてる、どっかで。うん、せめてエリアさんは行きたいよね。乗った。ここ乗っちゃったら早いんですよ私。もっそ。へえ。オッケー、わかった。カニーポニー。わら。いけるいける。もうわかんない。マジか。しょ。オーガニクロシロ、国際的な音楽会社だね。へえ。あ、そうなんだ。そうなんだ。アドってユニバーサルミュージック所属なんだ。なー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 レイフォーマーション、オーケー、たちまち独壇場、リスンリスン。あ、みんなカラオケで歌うよね。誰も歌えんくせにさ。オーガミクロシロなので、 TikTok でユニバーサルが管理してる曲が使えなくなった。あ、引き上げたから。そうなんだ。なんか無法地帯だと思ってた、あそこ。音楽なんか無断使用し放題みたいな、パラダイスワールドだと思ってたんだけど、そういうのもきちんとあるんだね。キャー、まあ、ギリギリ飛べるかな、ギリギリ飛べるかな。ちょっと下手くそだけど、ギリギリ。うわー、これも違えるんや。あ、そうですよね。なんか音楽関係の落ちた。あたしだと思います。ゴリゴリ上げたろ。どう、原因とかするか。これぐらいとか。ちょっと上げてみました。ゴリゴリ助かります。はい。じゃあめちゃめちゃ声でかかったってこと？ごめんな。音量調整がな、いまいち苦手で。もうどんだけ落ちても何も揺さぶられんくなってきたな。日常だから。
これが。ケンジ、いや声含めて小さいかな？あ、声が小さい？全部？マスターって全部か。そうなん？結構、あーでもね、他の配信に比べると私の配信ちっちゃいかも。なんか、小さくいる。なんて言ったらいいの？小さい気がする。そうだよね。落ちた。それはちょっと自信あるな。なんかどこまで行ったら、結構さ、私叫んだりすることはないけど、突然ちょっと大きい声出したりするから、小さめではあるかな。一応ね、皆様の鼓膜アーカイブとかも残るし、そっちで聞き比べしてみるのはあるよね。あー、そうだね、そうしてみようか。今回じゃあちょっとだけでっかくする。そんなにでかくない。オーガニクロシロ、音量調整はマジでわからん。マジでわからん。どんだけ手こずったことか。これぐらいとか。オッケー。嘘やん、嘘やん。くー、いやー、下手くそになってしまいましたね。そうか。なんかね、今ラブリバ、オブス君確かマイク音とかその辺設定するフィルター機能あった気がする。そう、私もフィルター何個かかけてるけど、一応原因とかも入れてはいるんだけどね。オーガニクロシロ、あ、そうだ、地語りで申し訳ないけど、あ、そうなんだ、配信者っぽいものになりました。フォローさせていただきます。ラブリバ、多分コンプレッサー。ほんとやー、どうしよう。絵可愛いですよね。タッチ絵というか、アイコンというか。コンプレッサーかけてる。かけてた。なんかそんなにわーとはならないはず。去年覚えたんだったかな。みんなの鼓膜に配慮した優しい配信者になりたくて。いや、なんか心配。あ、そう。心配ではある。自信がない、コンプレッサーに。信用してないって言った方がいいかな。だいぶ分かってきた、ジャンプキング。こういうゲームだったな。仲良くしようぜ。ラブリバー、全員で音量ベースとしてコンプレッサーではみ出した分を鳴らすみたいな感じなのかしら。なるほどね。うまく調節できたらいいんだけどな。来たわよ。これぐらいでしょ。うわ、でかいんや。せめてエリア3は行きたいよね。進捗なしの、あ、エリア4か。エリア4ぐらいまでは行ける感じになりたい。明日でも早いからね、9時にはやめるつもりだけど。自信！無職ちゃん、ふん、オーガニクロシロ、ありがとう。普段は腰つべでやってまする。嘘かも。嘘です。トミーポミー、お、嘘です。全然揺れてる。私が、私だな。地震とかどこの田舎で、わらわら、え、来てない。私だけ。解説サイトの導きのままに導入した結果、丸くなったのを覚えている。なんか私が揺れてる。私が揺れてるの。大丈夫？無職ちゃん、いや、私が揺れてる。あれ、私が揺れてるわ。怖。
でもグワってきたんだけどな。あゆみ北海道、全然見てなかった。あ、こんばんは。こんばんは。どうも。そっちもあったかいですか？北海道も。本州めちゃめちゃあったかいですよ。ケンジ、のんべいしーちゃん。のんべいです。あゆみ北海道、当たった高いね。のの仕事。え？嘘でかトラックが通ったトラックで揺れるの、うちの家。マイナス5度あったかいなんや。やばいな。冬眠の感覚。あったかいよ、マイナス5度。行ってみたいな。多分私外出んもん。うん。水飲もう。マイナス5度ね。うちの住んでる地域ではなかなか体験できない気温だな。にゃん。私もなー、 BOD プラスクリアせんとな。マジで今ね、1なんだ。1感じ取れる女なんだ、私すごいな。敏感かもしれない、地震関係。今ジャンプキング界隈はですね、あの新マップが出てすごい盛り上がってるんですよ。最高難易度でかつ最長マップっていう面白マップが出てすごい盛り上がってるんですけど、いかんせん私はあの去年のマップをね一生こすってるんで、その波に乗れず、ただただリスナーとしているしかない、この祭りに乗れてないので、いち早くこれをクリアして、え、どっち先にやろうなぁ。イモベイブか。トミーロット。お、トミー、お、かわいい。なにこれ、あ、かわいい。これ、きのこさんの？めっちゃかわいいね。トミーロット、そう。かわいいじゃん。マジでかわいい。トミーロット、かわいいよね。私も作ってもらおうかな。めっちゃかわいい。最新コンテンツを遊ぶのが正しい遊び方ってわけでもないだよ。ミーハーだからさ、やりたなっちゃう。ラブリバー、そういえばジャンプキングが無事戻ったのに無限に、こんなだったっけと言われ続けている配信画面。本当だ、ごめん。本当や。なんか、謎のね、まあ意味わかんなくて誰も突っ込めなかったんだろうけど。無事解決しました。その件に関しては。あゆみ北海道、Gなんちゃらのマップは初見プレイ諦めて頑張ってる。わかるー、やったぜ。あれじゃないですか、あの、事前情報とか見てて、私たちはちょっと、きついなっていう、何かを察してみた口じゃないですか。なあ、ちょ、鼻かんできていい？ごめんな。パブロン買うか。あなたの風邪は鼻からってあったっけ。よし、今日は9時を目安に。あゆみ北海道、リモベの時も諦めていろんな配信番組出たけど応援できてしまった。
オーガニックヒロ、僕の愛用の鼻炎薬はこれ。URL 検索。あ、めっちゃ可愛いな。私今カッコン糖飲んでる。カッコン糖めちゃめちゃ絶大な信頼を置いてるんだけど、何にも聞かない。何も聞かない。なるほどね。花粉症？花粉症じゃない、多分風邪ひいた。あゆみ北海道、そのパブロンにやっちゃします。マジ？二人の意見もらったら買うしかないな。買います。あ、これあれか、カプセルの形したおっさんが CM しとるやつか。ほんとだ、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、多分どっちもなんだよな。花粉症でもあって、風邪か。そうそうそう、トミーロット、寝てな寝てなあ、先週だよ。先週風邪ひいてて、治った後遺症で鼻水がずっと出てるみたいな。最初喉から来てて、で本当に声も出なかったんだよ先週。喉痛いな痛いなって思いながら口臭とかして、んで喉治ったかなっていうタイミングで今度鼻だね。明日薬局行こう。花粉症も今やばいからね。 OK、 慣れた慣れた。だいぶ分かってきたよ。ちょっとタイミングが分からん。新マップね、やりたい気持ちはあるんだけど、多分やってみる。でもむしろどうせイモータルベイブで悲しい思いするのであれば、新しいマップこするっていう手も。いや、どうしような、悩むな。トミーポニー、アリよりのアリ。アリよりのアリなんだよな。オーガニクロシロ、お試しプレイもありじゃないかな。そうなんだよな。ケンジ、イモタレベイベー。イモタレベイベー。とりあえずはまああれやな、これをクリアしてから言えっていう話であって、最高進捗エリア4ですから。私まだこれ、本来この話ってエリア6とかさ、一生乗れないしね、これ。それぐらいの後半で話す話題だと思うんだけど、もう全然進んでないので。OK。だいぶ分かってきた、このコントローラー。早くギタギタにしたい。特にこの方向キー。方向キーはな、ちょっと字が持ってるから、押しにくいんだよね。よし、乗った、危ねえ。 OK、 ここだいぶ助けてくれる。もうちょっと頼む。なんか絶対ね、変だね。ちょっと待って OK、 早くギタギタになんないかな。抵抗がいらないボタンに。本当にも赤軸とか茶軸とか。そのプーってのかわいい。かわいい。アラサーのプーやばいけど大丈夫さ。トミーポニー、まだ反抗期なんですね。そう、反抗期、反抗期っていうか自我を持ち始めてる。いらないんだけどな、もうちょっと協調性を持ってもらって、抵抗のない感じにしたいな。この押し心地がいいんだろうけどな、本来は。私はあのくったくたになったボタンでやってたから、自我があるのになれない。ボタンになんか存在感を感じるもん。ラブリバー1ヶ月くらい使い込んで分からせるしか。確かに、やるしかないよな。お前を使うしかないのか。一途だったんだけどな、あのラジクール初代のやつ。捨てられないもん。飾っとく？君。
ね、英雄を称えよう、栄光を称えよう。はい、どうしよう、これどうします、皆様。壊れたコントローラーってゴミ？不燃になるの？ラブリバー、新品硬いなぁ。硬い。どこのメーカー使ってもついて回るかもしれんわね。値段選ばなければ何かあるのかな。高ければ柔らかいとか？そんなところでお金儲けようたってそうはさせないよ。そうはさせないぞ。高橋名人みたいにバーってやったら壊れるかな。ちょっとこのね、押しづらいんよ。ギリギリ。危ない。セーフセーフセーフ。うわぁ、危ねえ。ラブリバー、こう、最初から柔らかい押し心地かつ。うん。な、久しぶり。もう、もう。トミーポミー、ナイス。終わり。あ、嘘。はぁ。結果をあんましない幸せなパッドが。トミーポミー、あー。ラブリバー、あったらいいな。ケンジ、高橋名人。年がバレますわよ。あ、バレますわよ。あら、嫌だ。あら、嫌だ。例えるものが高橋名人しかなかった。あんま今のゲームって連打しないしな。する？もう最悪。おぉ、やだ。ジャンプキング頑張ろうな。私はお前を嫌いにはならないから頑張ろうな。今のゲームで連打するのもないよな。 DS とかはよくやってたけど、多分何かできっと。もうおい、わかる？このね、大神黒白、あんま連打力を要求されることない気がする。そうですよね。私もあんまり連打した記憶がない。一定の世代はね、できるよね、この連打。今の子はやらないよな。スイッチのボタンでこんなんやったら壊れちゃうしな、多分。んで、私は何で連打しとったんだろう。うわ、これ乗れないんだ、しょうもな。ひじきひ、ネベアギベウップ、ネバーギブアップ。あー、恋しいなこの子。このぐらいなんかこう抵抗力のない、この素直なボタン、素直なボタンでいてほしかったよ。めっちゃ連打するゲームやったら壊れるんだけどね。大神黒白、ボタンもアナログ入力とかあったりするから連打がハード的に合わなくなったのかもね。うんうん、そうなんだ。そういう関係もあるんだ。私はそっち方面全然詳しくないからな。もう何にせよこの左入力、右入力硬いの嫌だな、ストレスやな。ボタンはなんか決定ボタンはカチカチするのが嫌。まあ、慣れるしかないな。いやいや言っとってもしゃあないしな。私が買ったんだから。かわいそうだよね、あなたも。うちの家に来て、前の男が良かったみたいな、ずっと言われる、今彼の気持ち。そう考えたらちょっとかわいそうになってきた。
気にならないといけないよな。トミー・ポミー、かわいそう。かわいそう。なあ。元彼の方が良かったみたいな。ずっと言われ続けてるってことでしょ。かわいそうだね。ケンジ、ご褒美の話してる。ご褒美の話してる。トミー・ポミー、そらジガも持っちゃうよ。確かに。俺を見てって。でもなぁ、素直になってくれ、早く。よし、乗るのに時間かかるね。よし、ここはまあまあ間違えるわけがないというか。オッケーオッケーオッケー、落ちない落ちない。何してるの？ん？うわ、これ強いよね。わかったわかったわかった。ふー、なるほどね。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。ちょっと慣れてきた。ちょっとやだよ、やだよね。こんなエリア1見るの久しぶりだよ。結構流れでいけるんだけどな、エリア2って。オッケー、オッケー、オッケー。ダメなの？そうなの？すっご。もうやめようかな。でも絶対5分で終わる。絶対あと5分で終わる。私は絶対あと5分で終わる。なんなんだこのゲームは。覚えとけよ。まさかエリア1、2をうろうろするとは思わんかったな。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。はいはいはい。大丈夫ですよ。私あと5分で終わるんで。あなたがどんだけね。上に進みたくないとしても私は上に行かないので、あと5分でも。トミーポミー、終わらなくてもいいんですよ。終わらなくてもいいんですよ。終わるぞ、もうやばいな、これやばいな。もう早くコントローラー壊したいんだけど。結構感覚でやってたからな、こういう時にいかんよね。くっそ。まあいい、慣れるしかない。私はいいでしょう。ちょっと待って、もうやだ。ケンジ、ハッピー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 。私あの猫のモノマネしたいな。あ好き、あの猫好き。トミートミー、わらわら。あケンジ、ヤギ付きだった。あ、そう、ヤギ付き。完全再現。わらわら。もう一、なんていうの、オクターブ、もう一オクターブ低いのが出るとな、完璧なんだけど、あれはちょっと出せない音域だな。あもうこれが最低だもん。オーガ
に黒白、猫かわいいよね。猫かわいい、ちょっと猫派になっちゃう。チピチピチャパチャパの猫とかめちゃめちゃ好きなんだけど、左右に動いてるだけなのに、もう最悪。ジャンプキング頼むぞお前、いい加減にしろ。おい、歩き落ちをすな。まあ終わるか、次落ちたらやめようか、時間もちょうどいいしな。いいでしょう、私は本気のジャンプキングやろう。落ちたら終わり。落ちたら終わり。返事、元気なく返事する猫が一番好き。あーのやつ目の形もなんかはえーってなってて可愛いよね。わかるよ、猫派になるよな。さて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 、どこ行こな。さて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 、どこ行こな。誰にレイドを問わそうかな。ジャンプキングいます。うわ、偽夢やってる、マジか。トミーロッド、お疲れ様です。お疲れ、トミコ。トミー、お疲れ様でした。トミーボニーさん、トミートミーだな、ダブルトミーさん、お疲れ様でした。ラブリバー、おつん、おつん、どうもどうも。トミーロッド、最悪だったな。わらわら、こんなね、共演あったね、共演あったよ、トミートミー。大神黒白、おつおつ。おつおつ。花、お疲れ様でした。お疲れ様でした。全然ダメでした。まさか私、エリア1、2を往復する派だけの配信になるとは全然思わなかった。マジか、ちょっとショックなんだよな。3週間やってなくて、コントローラーを変えるとこんなことになるのね。裏でやろう。ちょっと。裏でやって、エリア4行ったぐらいで、配信しようか。ラブリバ、うっかりトランセンションに手を出したらエリア1を往復する配信になるかもしれない。進まないね。多分進まないぞ、私は。どうしようかな。でもやりたいんだよな。ま、それはクリアしてからのお楽しみだね。いや、ジャンプキング、うわー、どうしよう。チラッと見ていい？どっちも。ジャンプキング、偽夢、どっちも見たいんだけど。トランセンション偽夢。でも偽夢は私ね、あれなんですよ、全実績解除してるんですよ。で、個人的には紙視点から見れるのがすごく楽しいなって思うので、久しぶりに今日は偽夢レイドをします。決めました。行くぞ。久しぶりのノキアさんレイドです。久しぶりだな、ノキアさん。偽夢。1時間、2時間やられてるんだ。じゃあもう少しで多分エンディングなのかな。今日も異変を探しているようだ。久しぶりに偽夢の配信が見れるのを楽しみに行きましょうか。ノキアさんのところ、声いい、面白い、お話上手、チャンネルポイント面白いです。何一つ私の配信にはないもの、ん、何一つ私の配信にはないので、おつ、楽しんでいってください。では、お疲れ。行ったかな。では私はノキアさんのところに行くので、皆様、さようなら。お元気。